こんにちは、ココです。今回はサスケが最後の戦いでナルトに勝っていたら、その後のストーリーはどうなってたかについて考察していきたいと思います。大月加賀谷を倒した後、これでようやく平和が訪れるかと思いきや、まだまだ闇落ち状態だったサスケ。その後ナルトとサスケは終末の谷で死力を尽くして戦い、互いに片腕をなくすほどの重傷を負います。実際の勝負は引き分けといったところでしょうが、サスケは俺の負けだとナルトを認め、里に戻って更生することができました。ではもしサスケがこの戦いに勝っていたら、その後の展開はどうなっていたんでしょうか。考察していきます。ストーリーのおさらい。無限月読み発動後、ラスボスかぐやをなんとか封印することに成功したナルトとサスケ。あとは無限月読みさえ解除すれば戦争は終わりです。陸道仙人によれば、全ての美獣チャクラを持つナルトと輪廻眼を持つサスケが2人で根の印を結べば無限月読みは解除できるとのこと。しかしサスケは無限月読みを解く前に五影を処刑し、さらには美獣たちを処分すると言い出します。イカれてるとしか思えないその提案に、当然ナルト、サクラ、カカシは反対しますが、サスケはこの世界を一度破壊し一新する、革命を行うと主張しました。サスケを止めようとしたサクラは現実で眠らされてしまい、カカシも疲労困憊で動けません。残るナルトがサスケを止めるために一騎打ちに臨むことになりました。最終決戦の場は終末の谷。先代のインドラとアシュラの転生者である千住柱間とウチハマダラが戦った場所であり、そしてサスケが里抜けするとき、ナルトとサスケが戦って里抜けを止められなかった苦い思い出の場所でもありました。そして二人の最後の戦いが始まります。ナルトの陸道仙人モードにサスケは完成体質作能で対抗。しかしサスケへの思いが残るナルトは本気で戦うことができません。そして精神世界で会話する二人、ナルトが一生、いや永久に一人あの地獄に戻るつもりなのかよ、恨まれながらと問うと、サスケはそれが俺の言う火影のあり方だと返します。それを聞いて余計にサスケを救いたい気持ちが増すナルトでしたが、言葉だけでサスケを止めることはできません。ついに最強技である美獣玉螺旋手裏剣と大玉螺旋手裏剣の合体技を放ちます。同時にサスケも自身の最強技であるインドラの矢を使用し、二人の最大の攻撃は相殺されました。それでも決着はつかず、日が暮れて夜になるまで殴り合うヘロヘロの二人。そして最後の一撃、サスケの千鳥とナルトの螺旋丸がぶつかり合って互いの腕を吹き飛ばし、二人は並んで倒れ込みます。なぜそこまでして関わるのかと尋ねられたナルトは、友達だからだ、お前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺がいてんだと言いました。その言葉を聞いて胸を打たれたサスケは過去の記憶を振り返ります。辛い運命を背負いながら自分の人道を貫き、火影を夢見たナルト、どんな時でもサスケを諦めなかったナルト、江戸転生されたイタチが火影になったものがみんなから認められるんじゃない、みんなから認められたものが火影になるんだ、仲間を忘れるなと言っている場面。一人のサスケに対してナルトはたくさんの仲間と共に生き、サスケとのつながりもなんとかつなぎ止めようと必死でした。戦いの決着はついていませんでしたが、サスケは認めてやるよ、俺の負けだと言います。その後第7班が揃い、ナルトとサスケは残った腕で共に根の印を結んで無限月読みを解除。ようやく人界に平和が訪れたのでした。その後は各国が協力路線を取ることになり、大きな戦争はなくなって忍び同士の小競り合いも減っていきました。外交と貿易によって各国は近代化し、ボルトの時代につながることとなります。もしサスケが終末の谷で勝ったらどうなった。サスケが終末の谷でナルトに勝っていれば、間違いなく革命が実行されることになります。そもそもサスケの言う革命とはどんなものだったんでしょうか。イタチの背負った宿命を知り、里の上層部への復讐として残像を殺し、さらには木の葉を潰そうとしていたサスケ、江戸転生された歴代火影に全ての真実を聞いた後は、木の葉を守ることがイタチの意志を継ぐことだと考え、ナルトたちと共闘しました。しかしその後はやはり人界はクソという考えに至ったらしく、五影を殺して既存の体制を破壊し、闇を抱えない里を一から作り直すと主張し始めます。そして争いの元となった美獣たちは全て自分の支配下に置くと、典型的な内派病にかかっていたサスケはやはり簡単には闇から抜け出せなかったようです。自分の手で新しく平和な世界を作ろうとするという思考は立派ですが、サスケの革命によって
作り出される世界はサスケの持つ圧倒的な力に基づいています。それはかつてインドラが行い弟アシュラに止められたやり方と同じです。サスケによる革命とはかつてイタチがそうしたようにサスケ自身がたった一人で忍びの闇を背負い人々を統治するというものでした。ではそんな革命が実行されたらその後の忍界はどうなってしまうんでしょう。隠れ里はどうなる。宣言通りサスケは無限月読みを解除する前に五影を殺害、ナルトを操って根の印を結ばせた後命を奪うでしょう。その後サクラやカカシなど一部の忍びはサスケの思想を受け入れず立ち向かっていくかもしれませんが、当然力でサスケに勝つことはできません。一から忍界を作り直すつもりのサスケは過去の忍界に縛られている忍びと判断して容赦なく殺すでしょう。一方オロチマルや水月などもともとサスケ側についていた忍びたちは引き続きついていくと考えられます。もはや思考のヤバい人しか残りません。反対勢力を屈服させたサスケは宣言通りホカゲに就任、断層に賛同していた小春やホムラは間違いなく殺され、オロチマル、水月、カリン、ジューガあたりの不満しかないメンバーがとりあえず里の上層部的ポジションになりそうです。この範囲外の影を失った里はサスケに操られた忍びがトップにつき傀儡政権と化すでしょう。サスケだけが唯一トップに立つ世界になり、実質的に忍界は統一され里同士の争いといったものはなくなるのではないでしょうか。忍びの世界は平和になるのか。ゴケゲを殺害しサスケがホカゲになることで忍界は平和になるんでしょうか。確かに戦争がなくなり一時は平和が訪れたように見えるかもしれません。ただしそれは恐怖に支配されているがゆえです。サスケを亡き者にしようとする人間は必ず現れるでしょう。大国間の戦争はなくなっても忍びの間に争いはなくならないでしょう。それは千年前のアシュラとインドラを見ても明らかです。羽衣から課せられた疫病の蔓延した村を救うという試練でインドラは自分一人だけの力で全てを解決したため後に村の人々の間に争いが生まれました。一方人々と協力して絆を育んで解決したアシュラの村はその後も発展していきました。サスケのやり方はまさにインドラと同じで、あまりにも強い力による解決は争いの絶えない世界を生むことになります。その度にサスケが力でねじ伏せたとしてもキリがないです。その結果サスケは結局世界に見切りをつけて無限つくよみまだらかしてしまうかもしれません。結局インドラとアシュラの転生も終わることなく、サスケの死後はまた転生者が争うことになるでしょう。忍界もまた平和にはならず、サスケの革命は失敗に終わりそうです。まとめ以上、サスケが終末の旅でナルトに勝ってしまった場合の考察でした。サスケの行う力づくの革命では闇を抱えない里が実現することはなさそうですね。かえって闇だらけの世界になり、サスケもまたこの世に絶望することになるでしょう。それでは第二のマダラを生んでしまい同じことが繰り返されるだけです。やっぱりナルトがサスケを浄化してあげないと忍界もサスケも救われません。皆さんはサスケがナルトに勝っていたらその後の忍界はどうなっていたと思いますか？コメントお待ちしてます。